皆さんこんにちは、飛行船アグリヒロチャンネルのヒロです。さあ皆さんね、今日ご紹介いたします。ドイツファールの 5120C、現行の1個前ですかね、5シリーズ、これね4シリーズ、5シリーズ、6シリーズ、7シリーズ、8シリーズ、9シリーズあるのかな。それの5シリーズの、約120馬力の、ドイツファール、このグリーンの色、もうなんていうんですかね、ドイツのもう、名車、名車中の名車。まあ、このクラスになってくると、もう本当に満単位では、頑張ってくれる、あの馬力もあるし、パワーもあるし、トルクもあるし、素晴らしい、ドイツなんですけれども、まあ、まだ、そこそこ2800アワーというか、この馬力に関しては、まだまだこれから働いてくれる、ドイツファール。まずね、かっこいいですよね。もう本当にもうランボルギーニとか、まあ、そのクラスの東大分といっても過言ではない。もう畑のフェラーリです。言わずと言えた畑のフェラーリ。かっこいい。どうせだったらかっこいい農業やってみたいじゃないですか。僕ずーっと欲しかったんです、このドイツファール。120馬力。こいつでいろいろ畑で遊んでみたいと思いますので、ぜひご興味のある方、国内じゃね、なかなか台数ないですから、ぜひ見てみたいとか、乗ってみたいとか、ぜひ飛行船アグリに遊びに来て体験してみてください。以上、ヒロチャンネル、チャンネル登録よろしく。